これで前場のゲートインが終わりますスタートしましたさあ先行争いです概ね揃っていますボルトドールまず内から前の位置その外から5番のホルスも先端さらに外勢いがついてウォーターハウスその直後4番で9番の宮地シャルマンです ポジションを上げていった11番バトー・ボヌール10番のゲット・アミリオンですその後は少し開いて最内にコースを取った2番の名勝水慶1コーナーをカーブしていきます先手を奪い切ったのは3番ポルト・ドールです リードを1馬進と取りました2番手12番のウォーターハウスがつけています3番手2頭を並んで内は5番のホルスそして外は9番の宮ジシャルマンその後方幾分外目10番のゲットアミリオンが続いています内差がなく2番の名勝推計さらにその間をついてゼッケン7番のゲットアさあゲットザフェイムがポジションを上げていきましたさらにその間をつくようにゼッケン11番をつけましたバトー・ボヌールが追走さらにその後は大きく番号が開きました名勝小島がいて内からゼッケン15番の東方 グランツそして間をついた16番、タウンソリスト14番のケンバイザッハが追走です 1000m は1分2秒9その後はさらに馬群が開きました DM タイフーンがいますさらには8番のドボルザークその後方からポジションを上げようという13番のクリノコンドルあるいは4番の名称ランザン後方の3頭4頭固まっています各はこれから34コーナー中間600バスに通過してこれから第4コーナーです3番のポルトドールが先頭これを外から見るように12番のウォーターハウス2番手から前に並べかけます3番手 に向かったこの3頭の追い比べになっているその後はは守護シンと開いて券売ッハ現在4番手内からはドボルゲットアフェイムさあ前の争いですが再び突き放しました3番のポルトドールポルトドールしかし外から並びかけるウォーターハウスウォーターハウスさらに外からは宮ジシャルマン今度は間をついたウォーターハウスが前に出た宮ジシャルマン2番手ウォーターハウス五輪ウォーターハウス勝ちました宮ジシャルマン2着その後3番ポルトドール